はい皆さん毎度毎度、はい、子どものカット問題ね、お店もある程度のルールを決めて対応しないと接客、しっかりとお金をもらって、時間を使って対応することができたらいいですね、結局、公平先生、毎度毎度ね、結局、お金なんだよね、で、子どものカットってさ、何人ぐらい来るんだろう。うちりだと まあ最近はほとんど来ないね、いろんなお店の規模があるけどね、子どものカットが、ね、1週間に2人とか、それで売り上げの何%、それがだったら、その数パーセントのために、嫌な思いしたり、美容師が無駄に疲れたりするんだったら、排除、<laughs> 排除するわけいかないよ、お手間暇かかる子どものカットを歓迎しましょうと、お金いただいて。 その数パーセントだったら別にそれを見て来なくなっても痛くも痒くもないわけだからその分、休んで次の大人のお客様をそれこそシザーに魂を込めてカットした方がよっぽどいいんじゃないかなと思うんだよ、ねまあ、この子どものカット問題ねあのうちがなんか子どものカットなんかやるんじゃねえよ馬鹿らしい、もうかんねえってなんか言ってるように聞こえるかもしれないけどそうじゃないんだよ、子どものカットでももっとねちゃんと仕事したい。まあ 疲れてもいいから、いい仕事してあげたいあの、子供が喜ぶんだ、喜んだ顔を見て親が喜ぶんだったら、本当にちゃんと仕事したいんだよ、そのために、まあ、サービス業ね、時間がかかるから、それに応じた料金を請求すると、割増になりますよと、でもいい仕事はしたい、そこなんだよね、我々が言いたいのはね。たびたびミスター・マリックのこと言うけど、ミスター・マリックも手品をやってて、子供を喜ばせなきゃだめだったんだよ。子供が飽きずに 喜んでミスターマリックの手品をずっと見てる。それを見て親が満足してるって言ってるよね。これ皆さんどう思うかね。まあカットもそうじゃねえかな。はい、お疲れ様でした。